左が、プトレマイオス二世ピラデルポスであり、ギリシア語で、デルタラムダファイオーム、とある。デザインそのものは、伝統的なものだが、地中海美術の流れを組んでやや丸みを帯びている。アルシノエ二世は、プトレマイオス朝エジプトの女王である。リュシマコス王との結婚によりその妻として、トラキア、昭アジア、マケドニアの女王となり、後に弟であり、夫ともなった。 プトレマイオス2世と共にエジプトを治めた。その権力は強く、実質的統治者として君臨したことから、クレオパトラやベレニケ4世に並ぶプトレマイオス長の助決とも称される。ヘレニズム国家をエジプトに起こしたプトレマイオス1世、ソーテールとその2番目の妻ベレニケ1世との間に長女として生まれた。アルシノエ2世は15歳の時に、 リュシマコスと結婚し、三人の子を設けた。その名は、プトレマイオス一世、エピゴノス、リュシマコス、ピリッポスと伝わる。息子たちを玉座に座ら、リュシマコスが、紀元前281年の戦いで亡くなると、急ぎカッサンドレアへ向かい、イボ兄弟であるプトレマイオスケラウノスと再婚した。二番目の夫は、プトレマイオス一世とその前妻、エウリギ家の子供の一人だった。 この結婚には二人がマケドニアとトラキアの発見を争っていたという政治的な背景がある。二人の関係は長続きしなかった。プトレマイオス・ケラウノスがさらに力をつけ始めると、しかし陰謀は露見する。プトレマイオス・ケラウノスはアルシノエ二世の二人の息子リュシマコスとピリッポスを殺害するが、長男のプトレマイオスは北へ脱出し、ダルダニア人の王国に逃れた。 当のアルシノエ二世も弟プトレマイオス二世の非護を求め、エジプトのアレクサンドリアへ逃れた。ゴンザーがメオエジプトでも、アルシノエ二世は十作を巡らせ、弟をそそのかして、プトレマイオス二世の最初の妻である、アルシノエ一世に、夫の暗殺疑惑の濡れ衣を着せて離婚させ、南エジプトに追放させた。そして、紀元前275年頃、アルシノエ二世が、 自分の同母帝の妻となった。かくて二人を形容して、兄弟姉妹を愛する、者たちという言葉が、おそらくは憤慨した、ギリシア人により与えられた。アルシノエ二世は、弟の持つ肩書きすべてを自らも名乗り、女王に捧げられた町や崇拝者、その肖像をかたどった貨幣ができるなど、強い影響力を持った。外交政策にも深く関わったと見えて、それは、中東で、 セレウコス長と対峙した第一次シリア戦争でのプトレマイオス2世ピラデルポスの勝利にもつながった。女王の死後もプトレマイオス2世は公文書でたびたびその名に触れており、貨幣や礼拝もかつてのままにさせ、さらにアルシノエ2世を女神として崇めさせた。それはそのまま自らの神格化につながったのである。ありがとうございます。